どうも、草岡です。ということで今回なんですけども、こちらベースボールスーパースターズというね、リリース前のゲームをね、今回私サバ缶特別にプレイさせていただけるということでね、ありがとうございます。で、このゲーム、どんなゲームなのかと簡単に言いますと、宇宙リーグで宇宙一を目指すゲームです。はい、ちょっと簡単に言い過ぎたかな。だからもうワールドシリーズとかじゃないですね、もう宇宙ですから、うん、今回ちょっと、まあ、宇宙一目指してね、ちょっと頑張っていきましょう。で、まず最初に、まあ、宇宙にね通用する選手をちょっと作らなければいけない。もうこのままだったらね、まあ初期設定のままなんで、まあ、宇宙に通用する選手を作っていきたいんで、こちら右下マイ選手というところでね、これ選手作れるらしいので、ちょっとこれ作っていきましょうか。まあ、このゲーム結構自由度高いらしくて、このようにねマイ選手っていう自分のね選手を作ることができて、でその選手でプレイできるということで、ちょっとね作っていきましょう。まあどうしようかな、まあ、僕の好きな、まあ皆さんご存知のあの選手みたいな選手作っていきましょうか。名前が、じゃあ小山で、小山選手、うん、小山ちゃんね。でポジションサードで、これ見た目とかも変えれるんか。あ、すごい、利き手も右利き左利き変えれるんや。じゃ右投げ右打ちやな、やっぱり右投げ右打ちがやっぱりね、うん、いいかな。で見た目とかも変える。おー、すごいすごい、そう、おお、すげえ。まあ、ちょっと主人公っぽくねしていきましょう。主人公っぽくで髪色も変えれると。あー、いやでも逆にこんな派手な選手がね、こう宇宙一取ったらなんかそのね、すごいけどね。金髪とかね、あー、ちょっとチャラいな。これチャラいやつがこう打ったらね、この、うん、ルーキーズみたいな感じで、うん、チャラいやつが打ったらちょっと逆に感動するというか。アイカラーも黒でね、あ、肌の色も変えれる。んー、まあ普通でいいかなこれは。ヒゲとかもすごいすごい、マスクとかもあるん、やっぱ今のご時世ね。うん、黒マスクにしときましょう。メガネもまあ変えれると。あ、すごいすごい、うわー、こんなんいっぱいあるやん。眼帯とか、うわー、ピアスね、すごいチャラ。いや、まあまあチャラくしていきましょうか。うん、いや、こう逆にね、こうチャラいやつがね、うん、こう活躍者すごいですから。あ、背番号も変わられると。いや、これもちろん3ですね、背番号は。で打撃フォームはまあ基本打撃フォーム、いいんじゃない、これ3番サード小山で。はい、じゃあ3番サード小山でいきましょうか。あ、こちらはデッキですかね。はいはい、自分の好きなようにデッキ入れ替えれるんですが、そうですね、まあ最初なんでこのままでいきましょう。ということで育成アイテム選択、アイテムをこう選んでいけるってことが、まあまあまあ、これアイテム小山大切なんで、これ全部つぎ込んでいきましょう。これで確認、さあ始まるんでしょうか。さあ小山選手は最強の打者となってライジングスターリーグの優勝カップを手に入れることができるでしょうか。僕が G スーパースターズです、多分マイチームって書いてるんで。さあ始まった。なんだこれは、一周目夢の舞台に向かって。お、誰か監督か、これ監督か。リーグ本戦に合わせ監督がチームを激励する。うん、来たか。すごい、うん、来たか。この前の予選もよくやった、ついに本戦が始まるな。野球ファンをがっかりさせない素晴らしい試合になるように期待しているぞということで、今年も魔選手のトレーナーたちが手伝ってくれる。しっかりトレーニングを行ってくれ。魔選手、へえ。あ、誰か来た、メガネが来た。すごいじゃないか。すごい、今年も暑いね。スーパースターリーグのスカウトがたくさん来てるみたいだ。あ、これは宇宙リーグじゃないのか、スーパースターリーグが宇宙リーグなのか。ごめんなさいごめんなさい。小山選手のライバルのエースと出くわした。あ、エースが来たぞ。これライバルっぽいな、なんかいかにも。どうしてここに俺たちの戦略を探りに来たのか。いや、スーパースターリーグのエージェントと会ってきたんだ。いや、まさかもう選ばれたのか。まだ話し合ってる段階でお前はまだ来てないのか。ああ、まだそうか、今シーズンは頑張る、じゃあなということで、まあその小山選手はまだその宇宙一のリーグにまだ行け、まあ声かかってないということか。はいはいはい、でどうやって宇宙一のリーグに行くかということか。はいはいはい、わかりましたわかりました。おお、すごい、ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ、すごいなこれ、めちゃくちゃ、すげえなんじゃこれ、めっちゃ速いけど、すごいすごい、こんなことで興奮してあかんやけど、めっちゃすごい。小山が走り回っとる、小山走り回っとる、めっちゃ速い、すごい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 。野球要素じゃないところも結構あるんか。まあここかな、ここなんか矢印あるんで、ここちょっと行ってみましょう。参加トレーナー、これトレーニングかな。筋力トレーニングなのかな、これは。いっぱいトレーニング、筋力知能とかいっぱいあるけども、
まあ、筋力トレーニングとかねやっぱしてね、うん、ちょっと宇宙一の選手作っていかないと。おーすごい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 、トレーニング成功。あ、まあ、とりあえずこれ体力70あるんで、まあ限界まで育成しましょうか。量を利用、あ、量を利用しろ、しろと。量もある。いい、ね、あ、休むこともね大事ですからね。体力が回復した。さあということでね、まあ、育成もちょっと完了したので、こちらリーグ試合ね、ちょっと1試合できそうなので、え、ちょっと今からねリーグの試合1回やらせていただきたいと思います。さあ行きましょう。試合、あ、上でなんか闘技場みたいな、はいはい、あ、すごい野球場に、お前の進路を選択する時間だ。選択したタイプによって打順とシーズンミッションが始まります。テーブルヒッター、クリーンアップ、まあやっぱね小山選手やっぱね強打者なので、まあ、クリーンアップですかね。はい、今シーズンの目標は、今シーズンの目標、ホームラン1本以上、打点4本以上、安打12本以上。まあまあまあ、この上のね難しい方向やりたいんですけど、やっぱまあ派手なホームランでいきましょうか。やっぱね入れ替えできんか。入れ替えしていこう。あ、ホームラン2本以上、これいこうか。うん、お前にできんのか。さあ行こう、ライジングスターリーグ1回戦。さあじゃあこれにしようかな。はい、これでいきましょう。さあ始まりました。で、まあ、このゲームの、ポイントなんですけども、最大の魅力、引っ張りバッティングということでね、なんか従来の野球ゲームと全く違うバッティングシステムらしいんですよ。ちょっと回ってくるまで待ちましょうか。小山は9番ですね、打順。ちょっと信頼されてないな、監督に。行くぞ小山が。さあ小山回ってきた。0対0の場面、3回の裏、0対0、ワンアウトランナーなしか。行こうか。ちょっと小山見せたれよ、ここで。さあ、引っ張りバッティングでちょっと行きたいところ。いや、小山ちょっと、左側のボタンをタップ、はいはいはい。バットを下に引っ張ってから指を離すとバットを振ります。引っ張るほど打撃範囲が狭くなりますが、長打になる確率が上がります。まあ、いろいろあるんや。こう、ここか。こうやって引っ張って。打って、これはどうだ？落ちていく。いいね、いいね、いいね。早速小山選手、ヒット打っていく。あんまなんかね、僕も初めて今やりましたけど、全く慣れてなくてもなんか感覚でいける感じかな。 G スーパースターズが2点先制して、満塁の場面で小山。いや、いいね、この得点圏で小山。勝負どころだ。さあ勝負どころ、監督もねこう、ここで動かして、これで引っ張るのか。よし、打っていって、どうだ、来たが、いや、超えていく。いや、これが小山よ、正直。いや、これが小山よ。走者一掃のタイムリーツーベース。いや、いいね。結構ね、バッティングも簡単にできる。僕もね、これ初めてやったんですけど。いや、いいね。5対0さ、5回も終わって、7点取っていく。バチコレ取っていく。いいね。これもう楽勝なんじゃない？さ、小山回ってくる。ランナー1塁、ノーアウトで回ってくる。ちょっとま、ここら辺で、ま、ホームラン打ちたいよね。うん。これでちょっと、ホームラン打ちたい。ほら、さあどうだ、抜けるか。抜けていく。いいね小山、タイムリーツーベース。いや、結構これ9番打者の割には活躍してない。ゴロゴロツーベース。いや、9点も取ったらちょっとねえ、コールドもんでしょこれ。コールドはないんか。さあ小山回ってきました。ちょっとね、第4打席目、これこそちょっとホームラン打ちたい。さあ引っ張りバッティングね。お前の出番だ。さあ行こう。さあこれね、やっぱこう、ストライク。さあ行きたい。パームボール114、遅いな。見逃していく。ストレート149、速っ。おら、危ない危ない。ファールしていく。最後やられた。チェンジアップかな、パームボールかな。特訓が必要そうだな。すいません、怒られた。特訓が必要そうだなって。さあ3アウトチェンジ、もう回ってけえへんかな最後ね。さあという、あ、1点取られた。ゲームセットということで9対1、勝ちましたね。いやいやいや、いいんじゃない、幸先。試合終了、9対1、ライジングスターリーグ1回戦、圧勝です。素晴らしいね。うん、3安打4打点、4打数3安打4打点よ。これ結構いいんじゃないこれ。うん、打順がこれで5番まで上がった。はいはいはい。これだんだんこのサクセスストーリーみたいな感じなのかな。今は9番でもだんだん5番とかね、4番とか上がっていくみたいな感じで。
はい、ライジングスターリーグ今首位になってます暫定。はい、ということでね、選手育成してきたんですけども、選手育成以外にもね、いろいろ機能があるということで、まあ、それもちょっとやっていきましょうか。まず試合モードですね。まあ、さっきはあの育成の試合やったんですけど、今日はもうこれだけねありますね。じゃあこの中で今日はデイリーマッチをねちょっとやっていきましょうか、試しに。はいはいはい、トーナメントですが、テントの3イング空間ということで、まあデイリーマッチ面白そうな、ホームランレースかな、ホームランレースちょっとやっていこうか。ポコ VS ロペスかな、うん、やっていこう。さあデイリーマッチもちょっとね遊ぼうということで始まりました。俺がホームラン打つんか。さあやっていこう。画面をタップしてください。オッケー。あ、ホームランダービーみたいな。あ、これです。こういうことね。すごい。タイミングに合わせて打つだけ。タイミングに合わせて打つだけ。よっしゃ、俺ら。よいしょ。よいしょ。よいしょ。千本ノックみたいになってる。すごい。豪快やな。いやー、ということで、まあ、デイリーマッチも終わったんですけど、まあ、さっきからね、皆さん見ていてね、思ったと思うんですけども、まあ、とにかくね、キャラが多い。じゃ、こちらご覧ください。トレーナー図鑑と言いまして、まあ、こちらね、こちら出てくる、キャラクター。まあ、選手メーカーみたいなもんですね。それをね、ここあるんですけども、とにかく、まあ、僕が解放してるキャラもこの子ぐらいで、マネージャーももぐらいで、はい、もう本当にむちゃくちゃキャラがねいるんで、もう本当にこれ全員ね集めるっていうことをね、パンダちゃんとかいますね、これかわいい。とにかくねキャラがいっぱいいるんで、これ集めるのも本当に面白いなという感じですかね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか、ベースボールスーパースターズ。まあ本当僕もね、本当にまだ触って、ちょっとしか触ってないんで、まだ全然分かってないんですけども、はい、もういろいろね、ほんま機能がありすぎて、まあ本当にガチャとかもね、こうやってね、ガチャとかも引けますし、まあいろいろね、やることあるんで、またぜひね、説明欄にリンク貼っとくんでね、ホームページだけね、見るだけ見ていただけたらなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございます。ぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。